大丈夫です。ディズニー大好き芸人のふだふぇぺです。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。さあ、というわけでございまして、本日はですね、ディズニー100周年記念作品のウィッシュ、この作品の魅力についてお話しさせていただきたいなというふうに思っております。ついに12月15日、明日公開となりました。ディズニー100周年記念作品のウィッシュ。ちょっとずつちょっとずつ情報がね、 SNS だったりだとか Apple Music だったりだとか、この音楽だったり映像だったり、その中身が少しずつ公開されていて、待ちに待った公開がついに明日に迫ってまいりましたということでございまして、先日ですね、そのディズニーの、このウィッシュのこの試写会にご招待いただきまして、そこで得たですね、この感想を皆さんにシェアすることによって、映画館にぜひとも足を運んでいただきたいなというような、この僕の願いを、皆様に届けさせていただこうかなというふうに思っているのがこの作品で、この動画でございます。今日のこの動画の中ではですね、このウィッシュ、こういうようなお話なんですよっていうような、この物語の、説明からですね、この作品、100周年記念作品を100倍楽しむためにはこんなところに注目してみてねというような、僕個人の、感想というか、見どころ、魅力、これをですね、紹介させていただけたらなというふうに思ってるんですけども、まずは一旦この物語の説明ですね。このウィッシュというこの物語、どういうような話なんですかっていうふうに言うと、まずこの舞台となっているのがロサス王国という、国民みんなの願いが叶う王国っていうふうに言われてるんですよ。これなんでこの国民たちの願いが、叶う王国だっていうふうに言われてるのかっていうと、このロサス王国の国王がマグニフィコ国王っていうようなやつでして、まあ見るからにちょっと悪そうなおじさんなんですよ。このマグニフィコ国王っていうやつが今作のヴィラン、悪役というふうになっていて、ディズニー史上最強のヴィランとも言われているこのマグニフィコ国王、こいつはですね、魔法を使うことができるんですよ。独学で魔法を研究して魔法を使うことができて、この魔法で国民の願いを叶えてあげるっていう、めっちゃ優しい心なんですよ。なんでじゃあそいつが悪役なのっていうふうに言うと、実はですね、このマグニフィコ国王、とんでもない秘密を隠してるんですよ。それに気づいてしまうのが今回の作品の主人公であるアーシャでして、このアーシャはですね、ひょんなことをきっかけにこの国王と接触することになるんですけども、その接触からですね、このマグニフィコ国王が、国のためとかになる利益を生むような願いしか叶えてあげないっていう、みんなの願いを叶えてあげるわけじゃなくて、得になるような願いしか叶えてあげないっていうような、この国民を精査するっていうような悪いやつだったっていうようなことが発覚するんです。で、ただただ選別するだけではなくて、実はこの国民の願いというものは、みんなが一旦国王に捧げるんですよ。私の願いはこれなんです。ここを叶えてくださいって言って、この捧げるんですけれども、実はですね、これ捧げたこの願いというようなものは、国王が一回没収してるようなものなんですよ。なんでかっていうふうに言うと、願いを捧げて自分から願いが取り出されて、国王に委ねられた瞬間に、この願いに関する記憶が国民から消えちゃうんです。私が日本一の YouTuber になりたいんですっていうこの願いを捧げた瞬間に、 YouTuber はわかんないけど、ああいう Netflix 楽しいみたいな感じになっちゃうっていうような感じなんですよ。で、こう国王が、もらって、それを、はい、じゃあ今回はこの願い叶えちゃいで思います、この願いは実はあなたの願いでしたみたいな感じなんです。の上で、国のためとかになるような願いしか叶えてあげないっていうことで、それに選ばれなかった国民たちは、どんな願い事持ってたんだっけ、っていう、このポカーン状態でずっと過ごすっていう。国民の願いが叶う王国、ロサス王国ってな、一見この誰もが幸せな美しい国に見えて、その背景を見てみると非常に悲しい国だったっていう、この事実にアーシャが気づいて、みんなの願いを取り返すために走り始めるっていうようなのが、このウィッシュというこの作品なんですね。だから、あの、みんなのインスタとかに、TikTok とかに流れてくる、明日のためのあそこの走り出してるアーシャは、国民の願いよってことで走ってるんです。で、諦めることはない。その、イクちゃんのね、その素晴らしい歌声もありますけど、諦めることはない。それはそういうようなお話なんで、あそこから、話が、スタートしていくっていうような、作品となっているのが今回のウィッシュというような物語なんですよっていうようなことなんですね。あ、そういうようなお話なのねということでございまして、じゃあこのような物語、どこがさらに魅力的なの、これをですね、3つの要素に分けてお話しさせていただきたいと思うんですけども、まず1つ目、
このストーリーのこの素晴らしさと背景の素晴らしさですね。この背景の素晴らしさというのはですね、このストーリー自体のこのテーマとしては、まあおそらく皆さん今のね話を聞いたら、あ、なんか諦めないで願いは叶えるって大事だよね、そんな感じのメッセージだよねっていうことは、まあ誰もが受け取れると思うんですよ。まあそれこそ美しいメッセージですよね。これはディズニーが届けてくれるわけなんですけれども、これのさらに背景として、この物語の下地となっているのが、今回のこのウィッシュというこの作品はディズニーアニメ、歴代アニメーションの少し前の時代っていう風になってるわけなんです。まあ、どういうことなのかっていう風に言うと、なんとなくね、これ、ウィッシュ、ビジュアルだけでも見たことがある方、なんとなく違和感を気づきですよね。なんでなんかこうぼやっとしてんのっていう。なんかいつもの CG アニメとちょっと違う毛色ですよね、今回のって。これなんでなのかっていう風に言うと、別の動画でもねお話させていただいているんですけれども、これどういうようなことなのか、この背景だったりとかの水彩を再現したこの CG というのは、白雪姫だったりピノキオだったり、このような作品たちへのリスペクトを込めた上での水彩の背景っていう風になってるんです。そしてですね、ゼペットじいさんが When you wish って言って星に願いをかけたりだとか、右から2番目の星だとか、ティアナがエヴァンジェリーにこの願いをかけたりとか、ラプンツェルが星だと思ってたあの光に対して願いをかけたりとか、歴代のディズニーキャラクターたち、様々なキャラクターたちが星に願いをかけてきた。これは一体なぜなのか、なぜディズニーキャラクターは星に願いをかけるのか、ここのメッセージというかこのストーリーが今回の作品の下地になっているんです。この下地になっていることが魅力の二つ目につながってくるわけなんですけども、だからこそ今回はさっき言ったように背景が水彩になっていて、そして様々なところに歴代ディズニーアニメーションのオマージュシーンがあるっていうの。まあ本編映像がね、ところどころ、SNS に上がってたりとかするんで、作品、劇場に行かなくても、ところどころ、すでにね、楽しむことができるわけですけども、そこで見える限りでも、ものすごい数のオマージュがありますよね。あれ、今なんか、アーシャが、その、後ろにあった井戸、あれ、白雪姫の、はははははの井戸じゃねとか、今のなんか、ダダダダダダンとこ、セバスチャンがなんか、あんな優しいで叩いてたぞとか、あれ今のなんか回転のやつ、あれミラベルっぽいなとか、あれモアナっぽいなとか、ものすごい数のディズニー作品のオマージュがあるんですけども、あれなんとなく曲の中の背景で遊んでるのかなって思うでしょ。ずっとだからね、本編中ずーっとなんですよ。今のムーランじゃねえとか、今のノートルダムじゃねえとか、あれ今のアリエルじゃねえとか、ものすごい数のオマージュがずーっと畳みかけるようにどこかに散らされているんですよ。すべてのこの100年間の間にあった作品たちの下地の上に今回のウィッシュがあるっていうような、このオマージュがたくさんあるよというのが魅力の二つ目。一つ目が、まずもう一つの、はい、この作品のメッセージ、このストーリー自体の部分と、もう一つのメッセージ、なぜディズニーキャラクターたちは、願いをかけるのかっていうようなもう一つのメッセージを届けるっていうような部分、そして二つの魅力としてはオマージュがめっちゃいっぱいあるぜっていうようなことなんですけれども、今言ったこの魅力の二つって少しテクニカル的な部分であったりだとか、少しその背景となっている部分だったりとかしますよね。まあどういうようなことなのかっていうと、実はこういうメッセージもあるんだよとか、実はこういうオマージュもあるんだよっていうような、この実はの部分って、そもそもとしてこの作品を好きになってからより深く好きになったりとかする時の魅力だったりとかするじゃないですか。それこそね、ディズニーのバックグラウンドストーリーとかも僕もたくさん喋らせていただいてますけども、このアトラクション好き、ホーンテッドマンション好き、ゴーストホストってやつがいてっていうようなことなのだったりとか、タワーオブテラー好き、ハイタワー三世さんってそういう理由で白髪になったのとか、このアトラクション自体がすごく好きだったりだとかするから、バックグラウンドストーリーも非常に魅力的に思えてきてみたいな部分じゃないですか。まあ要はですね、ここのオマージュがたくさんあってだったりとかするのは、気づく人は気づいてねっていうようなテクニックに近い、玄人受けする人の部分が強かったりとかするんですよね。まあものすごく、まあ平らな表現というか、言ってしまうと、ものすごく綺麗なドリブルをしてシュートを打ったところで、そのシュートが外れてたら点になってないよっていう、まず点を決めた上でのすごいなんかこうなんかテクニックを披露してのドリブルとかでシュート決めて初めてあのドリブル良かったねっていうような話だったりとか、
料理を作るにしてもここに隠し包丁をこうやって入れてすごい包丁さばきで、料理を行って80種のスパイスをこう調合してソースをかけて出来上がった料理がめっちゃ雑草な味とかだったら、いやそれはダメ料理じゃんっていう風になるわけじゃないですか。どんなにテクニックとかがすごかろうが、クロート受けするような何かが行われていようが、この作品が素晴らしく、この作品のストーリーがまず決まってくれないと、ここのテクニックの魅力は関係ねえだろっていうようなことなんです。だからもちろんとして、このオマージュの部分であったりだとか、この下地の部分とか味わっていただきたいというような魅力の2つはもちろんあることは言った上で、結局はストーリー、そして何を届けるのか、これが魅力の3つ目です。結局ストーリーだよねっていうことです。結局はストーリー、まあどういうような物語かは最初に言わさせていただきましたけれども、このアーシャというこの主人公がどういうような選択、どういうような願い、どういうような自身の原動力を持って動くプリンセスなのか、ここなんですよね。そしてですね、これは、この作品の中でですね、歴代最初の、プリンセス白雪姫、ディズニー初の、世界初の長編カラーアニメーションとなったこの白雪姫と対比されながら進んでいくので、どの部分が白雪姫と比較されているのか、ここなんかも作品の中で少し探しながら見ていただくと、このキーアイテムが出てきたりとか、人数的な部分だったりとかね、そういうような様々な要素として白雪姫の対比が描かれているので、ぜひともそこの部分でも楽しんでいただきたいんですけども、まあこれもオマージュの一つですね。最初の白雪姫だったりとか、さらにシンデレラだったりオーロラ姫だったりとかね、どちらかというと待つタイプのプリンセスでしたよね。まあ、いわゆる、毒リンゴを食べちゃって眠ってしまって王子様がキスしてくれてハッピーエンドだったりだとか、舞踏会に行くまでは頑張るんだけれども、ガラスの靴、を失ってしまって、そっからプリンセスがやってきて、あ、私のガラスの靴であったりだとか、眠れる森の美女に関しては基本ずっと眠ってますからね、基本ずーっと眠ってチューしてくれてハッピーエンド、待つタイプのプリンセスっていうところから始まって、アリエル、ベル、ジャスミンだったりとか、が行動を起こして自分から外の世界に行く、ラプンツェルだったりとかがさらにもっと、プリンセスに引っ張っていってもらうじゃなくて、自分の、プリンスを引っ張っていってもらうじゃなくて、自分でプリンスを引っ張っていくっていう、今合ってました言葉。アラジンとかエリック王子とかが、なんだったら少し先導していくところに助けられるっていう形じゃなくて、ラプンツェルとかに関してはほら行くよっていう、私が先頭を走っていくっていうようなスタイルをプリンセスに変化していき、そして今のアーシャはどのようなプリンセスなのか、そんなプリンセスの今回のアーシャはどのような願いとどのような行動を起こす人物なのか、今回のこの作品っていうのは願いを信じ続ける、自分の願いを叶えるために頑張るっていうようなところがこのストーリーの軸に置かれてるわけなんですけれども、このアーシャは国民たちの願いを取り戻したいっていう、みんなのために私が動くっていうような主人公、女の子なんですよね。この女の子がどういうような試練を受けて、どういうような選択をしていくのか、そこの部分と今までのディズニーアニメーションのこの遍歴、そのようなディズニースタジオの戦い、アーシャの戦い、そしてアーシャは何を選択して何を勝ち取るのか、ここの部分をぜひともですね、自分自身であったりだとか、今の社会であったりだとか、さらにはディズニースタジオであったりだとか、白雪姫と対比するとか、今回のこのアーシャはどういう風に振る舞うのか、ここをですね、ぜひとも味わっていただきたいなっていう風に思うのが、今回の作品なんですよ。はい。ストーリーとしてはそういうような話、アーシャが何をするか、ここなんですけれども、まあとやかく言わず、まずは見ていただいてお口に合うかというか、どのような感想を持たれるか、ここに関しては十人十色ではあるとは思うんですけども、僕としてはそこの部分をぜひとも、加味して、楽しんでいただけたらなというふうに思ってるわけなんですけれども、やっぱり劇場にはぜひとも行っていただきたいとは思っております。冒頭に言いましたけども、それこそが僕の願いでございますから、ディズニープラスで公開されるの待とうかなとか、なんかこうみんなが言ってるのどうしてかなとか、周りの感想を聞いて、とかではなくて、行っ
旦言ってくれ、一旦言った上で、あ、フェイフェイが言ってること間違ってた、あ、フェイフェイさんが言ってた通りにやっぱり面白かったな、そこは、ぜひとも見た後に楽しんでいただくとして、ぜひとも映画館に行ってね、見ていただけたらなというふうに思っております。12月15日より公開のこのウィッシュ、ぜひとも楽しんでいただけたらなというふうに思っております。本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。また明日。